にちは、鴨志田エミリーです。今ですね、朝の7時ぐらいなんですが、都内某公園に来ております。皆様、夏休みはどうお過ごしですか？夏休みなんかないっていう方もいらっしゃるとは思います。まあ、私は今夏休みということで家でゴロゴロ過ごしてるんですが、そんなところ、スタッフから電話が来まして、いつも頑張ってるから小旅行に連れてってあげるよということで、今日は、連れて行ってもらいたいと思います。さあ、どこへ連れて行ってくれるんでしょうか。楽しみです。では行ってきます。はい、ということで、ここで降ろされたんですが、連れて来られた場所は館林駅。あっつ焼けますし、ものすごい暑いんですよ。今9時なんですけど、若干9時にして32度。館林といえば、いつも私もテレビでしか見たことなかったんですけど、これですよね、多分映ってるの。いつも日本で一番暑いっていう、もうやってますね、あちこちで。まあ、やっぱりせっかくのね、夏休みなんで、家でゴロゴロしてるのじゃなくて、日本一暑い夏を経験していただこうかなと思ってここにしました。ありがとうございました。もう本当に暑さが一番苦手なんですね、私。もう顔もまともな顔できませんね。尋常じゃない暑さです。じゃあもういいですか？はい。え、帰ります。帰ります。帰ります。小旅行はどこ行ったんですか、私の。これ連れてってくれるんじゃないんですか、どっか。大丈夫、ちゃんと連れてきます。お願いしますよ。もう汗がもう止まんないですから。じゃあ行きましょう、行きましょう。どこ行くんですか？ですね、まずは、はいはい、パワースポットですか？パワースポット、本当ですか？パワースポット、信じがたいな。もう暑い、もうこの流れでパワースポット、ちょっと心配ですけど、じゃあ期待しますね。ここはどこでしょうか？パワースポットだ。パワースポットっていうんで今来たんですよね、ここにね。神社が見えてきた。なんかですね、はい、雷様のこうエネルギーがもらえるらしいです。雷様のエネルギー？どんなエネルギーですか？どんな雷のパワー、バリ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 ってできるようになるんですか？雷電神社、雷電神社、すごい電撃が走りそうな名前ですね。当神社は水戸天皇、聖徳太子が作ったって書いてある。書いてありますね。かなり歴史があるんですね。みくじで、なんか中に、あ、無病丹、ひょうたんですね。健康、出世、飛躍だって、いいじゃないですか。ナマズさんがいるらしいんですよ。ナマズ、そうなんですよ、さっきからナマズ、ナマズ、ナマズのとこ行かないと雷パワーはもらえないんで。あ、そっか。そうですよ、ナマズって、あれでも地震じゃなかったでしたっけ？地震か、あれ地震の時に分かるのってナマズですよね。なんかでもそのナマズを触るとなんかね、ナマズパワーがもらえて、なんか地震がメラメラ湧いてくるっていう。あ、本当ことらしいです。それはいいですね、地震が湧くのは。総本宮だもん。本当だ、ナマズさんって書いてある。総本宮だよ。あ、本当だ。さっきのは序章だったんですね。そうです、ここですよ。ナマ
まずさんって書いてある。なるほどね。殴ると地震を避けて地震が起きれる。撫でると地震を避けて地震が湧き出る。なるほど。どういうことですか、ズバリ。私がいるところだけは揺れないで、その代わりに地震がみなぎってくるってことですね。違う違う違った。これでこのハンカチであそこのナマズさんを撫でると、本当です。素手じゃダメなの。妙な気分。よしよし、ナマズさん、ナマズさん、自信をください。結構大きいですね。なんとも言えない気分ですけど。何なんだろうこれ。ゆるい感じ。